どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は負けイベントに勝ちたいと思います。この船の上で敵に襲われて、強力な魔法を使われてワンパンでやられるんですよね。そこをレベル255最強装備のクロードで倒してみようと思います。これはいけると思うよ。敵がこいつなんだよね。あ、で魔法を打ってくるけどもブラッディアーマー装備してるんですよ。ブラッディアーマーだから効かないよね。そうそう、この魔法だ。これこれこれ効くんかい。ブラッディアーマー無敵じゃないの。弱い、弱すぎるぞ貴様ら。さあ海の藻くずとなるがいい。まあまあちょっと予想外だったけども、こういう風になるんすよね。うん、じゃなしに攻撃して倒してみよう。では次は勝ちます。あの魔法が来たら終わるので、あの魔法を打たれる前にゴリゴリ攻撃して、倒せばいいってことでしょ。いきまーす。攻撃は入るのよこいつ。いける、余裕じゃん。余裕で勝てるよ。さあどんな話になる。しぶといやつらめ、海の藻くずとなるがいい。結局落ちるんだ。はい、ということで負けイベに勝ちました。勝ったけども結局のところ船は壊されて負けるということです。勝てないんかい。本当にブラディアーマー装備して99,999食らうしね。理不尽だろ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。